公設列島上柱は、変形動物門上柱更新性上柱はこう、起用目列島上柱下に属する、寄生虫の一種で、人の象徴に寄生する。溝サナダとも、いわゆるサナダムシの一種で、体長は5から10メートルに達する。頭節には1体の急溝を有し、宿主の腸粘膜に吸着する。世界的に広く分布する。下に示すように、第二中間宿主が増す。 酒、カワカマスなどの魚類であるため、これらをよく食べる地域に多い。日本、ロシア、スイス、ドイツ、イタリア、アラスカ、チリアバルト海沿岸諸国などで多く報告される。日本では年間感染報告者数第3位の寄生虫である。日本周辺に分布する個体群は分類学の研究により、別種の日本海列島上中、ダイフィラバスリアム日本海遠征と判明した。 陰形脳と外女性脳の位置関係が違い、肉眼での識別は困難である。小腸で生み出された中卵は、糞便と共に外界へ出て発育し、中卵の中にコラシジウムという幼虫を生じる。やがて孵化し、第一中間宿主であるケンミジンコに摂取されると、その体内で成長し、プロセルコイドという幼虫にまで成長する。感染したケンミジンコが、 第2中間宿主の魚類に食べられると、プロセルコイドは筋肉内に移動しそこで感染型幼虫であるプレロセルコイドになる。これを収宿主が摂取すると2から4週間で成虫になる。公設列島上中症の主な症状は下痢や腹痛であるが自覚症状がないことも少なくない。北欧では公設列島上中貧血と称する悪性貧血が見られることがある。 公設列島上駐は人体内においてアレルギー反応を抑制する成分を分泌しており副作用の問題などから実用化には至っていないもののアレルギー症状の特効薬として期待されているこのことからダイエットやアレルギー抑制などに利用しようとするものが参見されるが一般には病原体であり生体、中卵等を他人に与えることは刑事罰の対象となる 続説では、オペラ歌手のマリア・カラスが、寄生虫でダイエットしたされるが、事実ではない。詳しくは寄生虫の項を参照のこと。第二中間宿主の生殖によって感染するため、これらの魚類を生で食べないようにすることが重要である。日本では、マス寿司が重要な感染源になっているため、注意を要する。高の治療には、 プラジカンテルの投与学中に有効である。ありがとうございます。